多賀町。多賀町は、滋賀県犬上郡に属する町である。古代から近世にかけて、犬上郡、犬上野市及び、多賀市が、勢力範囲あるいは本拠としてきた地域であり、古今を通じイザナギイザナミの二大臣を祀る、多賀大社を中核として発展してきた。町の標高は東に高く、西に低い。部は南北に走る鈴鹿山脈のにあたり、 登録側にある、三重県稲部市、旧稲部郡地域、及び、岐阜県大垣市、旧養老郡上石津町地域と県境を接する。主な山としては、両善山や三国だけなどが挙げられる。鈴鹿山脈一帯は過疎化が進んでおり、特に旧瀬谷村、脇が、旗村地域の集落は、多くが廃村となっている。町西部は、古島平野の一部を成しており、町の行政。 産業の中心地である。町域の北部よりを流れる瀬リ川は、両前山に発して清新し、彦根市域に入った後、琵琶湖に流入する。南部を流れる犬上川は、鈴鹿山脈に発した茶丹川と南谷川が、大和川内で合流し、犬上川となって清新。多賀町域から甲羅町域、彦根市域を経て、琵琶湖に達している。産地。 多賀町が属する犬上郡の気象データは観測されておらず、地域は彦根地方気象台の管轄区域に属しているため、西隣にある彦根市のデータが最も近い。よって、彦根市気候を参照のこと。一説に古代にはタカと呼ばれていたと推測され、古文書にタカの名が認められる旧多賀村地域多賀の社、元。 多賀大社を中心として形成された門前町。古代においてはその前身なる集落が地域全体の中核を成していることは今日に至るまでのすべての時代を通じて変わりない。古代の高カワ当地域ではイザナミとイザナミの座所としての項を意味していたと推測されており、後世の多賀は異象として生じたものと考えられる。また、江戸時代には 中仙道の高宮塾として栄え、現在は彦根市に属している高宮町は、今も残る多賀大社山経堂の外郭に位置する地域であり、高宮から発した関連地名の一つである。多賀市は古代より多賀地方及び近接の甲羅地方に土着の豪族であり、多賀社を氏神にしていたと考えられる。しかし、家系図の上では、公家の中原氏と結びつけられ、 天武天皇王子、舎利神皇の末裔である、中原正と長に始まる甲州中原氏が、田賀社の神官を務め、駄菓子を名乗ったのが始まりであるとされている。旧説では、甲州中原氏は、ス春天皇王子、定与神皇の後営とみなされていたが、今では仮棒、他人の名を語る偽証と判じられている。いずれにしても、田賀氏は、 鎌倉初期から中期にかけて多賀と甲羅に勢力を張る、氏族であり、室町時代には犬神軍及び坂田軍にて、同族間で争いながらも流星であった。戦国期には、甲羅の下野豪城に居城した多賀甲中をはじめとする、幾人かの著名な武将の長見へ、織田政権下、豊臣政権下でも異性者に直視する、堀氏と遠赤関係になるなどして、有利に活動していが、 関ヶ原の戦いの際、敗軍となる石田三成方に就いたことが災いし、戦後、所領を没収されて没落した。現在の多賀町では、全域で近畿方言、関西弁の一種である大見弁が話され、その中でも古東方言に分類される。古東方言は、京都色が強い古南方言と、特殊な古北方言の中間的な方言であり、 古北方言圏と隣接する彦根市、犬上郡は、古東地方南部と比べて、古北方言との共通面が多い、大見弁方言区画参照。彦根市、犬上郡の方言の特徴としては、関東女子、なあし、なあの上品な表現。主に高齢女性が使用や修女子、本、柔らかな強調や念押しを表すなどが挙げられ、当地域を中心に、古北から古東にかけて、 広く使われてきた。医療圏は、古東保健医療圏、彦根保健所管内、彦根市、多賀町、甲羅町、豊里町、愛称町の一市四町で、構成に属している。CF2011。救急国事医療機関、救急指定病院等は、以下の通り。主要な災害時等相互応援協定締結都市、及び団体は、以下の通り。 多賀町は農林業を基幹産業としてきたが、後継者や高齢化等の問題から、農業就業者は減少しつつある。1980年代以降は、観光業を中心としたサービス業が事業所数、従事者数ともに増加傾向にある。また、1999年、平成11年には、企業の工場を誘致する目的を持った、琵琶湖東部中核工業団地が整備された。 さらにこれに加えて2012年、平成24年には多賀第二工業団地の造成が着工し、2013年、平成25年春頃からの創業を予定している。産業分類別事業所、数、2006年、上位5位まで、産業分類別従事者、数、2006年、上位5位まで、特記事項なし、最寄りの空港は、中部国際空港及び、 大阪国際空港である。多賀大社前から彦根市方面にへ、大見鉄道多賀線が通ずる。なお、町域の西端部を大見鉄道本線及び、東海道新幹線が走るが、町域内に、それらの駅はない。国道306号が町域を東西に貫き、西部で、これに国道307号が接続する。高速道路は、町域の西部を名神高速道路が、 南北に通ずるが、町域内にインターチェンジはなく、隣接する彦根市の彦根 IC が最寄りとなる。自然。遺跡、旧跡、社寺、文化施設ほか、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。